パジャマはこれ使って。普段使ってないやつだから比較的綺麗だし。ありがとう。はーい、行くよ真冬。うん。はあ、お腹空いた。お母さん、今日のご飯って。ただいま。あ、アキト、おかえり。ぎ。は？おかえりって言ってんのに、何その態度。っていうか、なんか目を泳いでるし、怪しくない？あ、手に持ってるのって、もしかして駅前に新しくできたパンケーキ屋さんの？めんどくせえのに見つかったな。ねえ、ちゃんと私の分も買ってきてるよね。買ってきてるわけねえだろ。なんで俺が毎回お前の分も買わなきゃならねえんだよ。はあ？家に同じものが好きな人間がいるって分かってるんだから、そこは気を使うべきでしょ。あ、でも今日食べるのなら真冬の分もないとダメか。お？お邪魔してます。アキトくんだったかな。どうも。すみません、変なところを見せてしまって。いえ、私も急にごめんなさい。今日はいろいろあって泊まらせてもらうことになったんです。ああ、そうだったんですか。狭い家ですけど、ゆっくりくつろいで行ってください。まったく、二人して外面だけはいいんだから。はーい。ありがとうございます。でもすみません、突然泊まることになってしまった上に晩ご飯までいただいて。別にそんなこと気にしなくていいってば。あ、今日ハンバーグ？いいじゃん、美味しそう。ってお母さん、人参のグラッセいらないってば。どれもとっても美味しそうです。あ、じゃあこのグラッセ食べない？嫌いなものを押し付けられたら朝比奈さんも迷惑じゃないかな。嫌いな人が食べるよりも好きな人が食べる方がいいでしょ。これくらい好き嫌いしないで食えって言ってんのよ。朝比奈さんも断っていいですからね。ありがとう。あ、何それ、自分だって嫌いなものは食べないくせに。あ、もしかして食べたかった？それじゃあ私の食べていいからね。ちょ、やめろって。好き嫌いしないで食べなさいね。だから自分で食えって言ってるだろ。じゃ、いただきます。ありがとうございます。ハンバーグとっても美味しいですね。美味しいって味もわかんないくせに。うちの親相手に優等生ぶらなくていいのに。そういえば、ハンバーグって久々だな。突然お邪魔してしまったのにありがとうございます。ハ
ンバーグは好きなので嬉しいです。確か音楽サークルで一緒に曲作ってるとかじゃなかったですっけ。そうだけど、それよそでは黙ってたよね。真冬の親ちょっとうるさいから。その勉強をしなければいけないので。なんだか、お母さんとは違う。どうして？ま、私は誰が何て言っても好きにやらせてもらうつもりだから。そうそう、朝比奈さんを見習ってな。もううるさい！っていうか、アキトだって赤点ギリギリなんだから人のこと言えないでしょ。赤点は回避してんだからいいだろう。こっちはお前と違ってテスト前にチームの連中と勉強してるからな。まあ練習が早く終わる日があったろ。やっぱりなんだか私の家と違う。私の家でも夕飯の時は家族で話すし、うちの方が喧嘩もあんまりしないし穏やかなのに、エナの家は喧嘩してても冷たい感じがしない。あ、いえ大丈夫です。私も家ではよく受験勉強の話をするので。え、もちろんいいですよ。エナもアキト君も私でよければいつでも教えるから言ってね。ああ、ありがとうございます。私はいい。真冬から教わるなんて絶対に嫌だし。朝比奈さんだってお前に教えるのは苦労するから嫌だろうよ。あ？あんたと一緒にしないでくれる？私は勉強すればできるんだから。ほらアキト、大好きな人参食べてないじゃん。まだこっちにあるからあげるね。だからいらねえっつってんだろうが。なんだろう、ここにいると胸が軽くなる。私の家と変わらないはずなのに何か違う。でも何が違うんだろう。